WBBC2008。 さあ始まってしまいました WBBC2008 ということなんですが、今日も私は映っておりません、カメラの方には全く映らずにですね、今日も声だけお届けということでございます。ジャマネーションでございます。よろしくお願いします。ジャマです。ありがとうございます。今回も実況担当ということなんですが、だんだん疲れてくると思いますので、その疲れ具合を見るのも、お楽しみになさってください。それでは、出演者の皆様ご紹介いたしましょう。まず去年一昨年と審判委員長をやっていただいて、今年も審判委員長でございます拓也さんです。どうぞ。拓也さん、何かコメントはないです。ないんですか。今年もこの季節がやってきましたね、なんて言ってほしいと思っているのか。怒られちゃいました。今日は拓也さんなんですね。あ、はい、はい、パンチョじゃない。あ、パンチョ引退しました。引退しましたか。分かりました。ありがとうございます。そして並びの審判の方々ご紹介いたしましょう。今年も審判ということで連続でございます TSZ さんです。よろしくお願いします。今年は何おいしいものを食べさせてくれるの。そんなコーナーはないですよ。おいしいものを食べるコーナーはございませんけど、今日もカメラの方に映ってるかどうか分かりませんが、飲み物食べ物の方がちょっとずつ出ております。だんだん増えてくるんですよね、きっと今日もね。分かりました。よろしくお願いします。はやり。そしてなんか不審者がいるんですけれども、ご紹介しよう。なんかもうふよふよ動いてるんですさっきからね、社長さんです。どうぞ。こんにちは、社長です。こもってるんですが、どうも。どうも。今年の審判、初参加ということだと思うんですが、はい、抱負を一言でお願いします。抱負。はい。ちょっと、この会場クーラー効きすぎて目が乾いてるんですけど。ドライアイ、ドライアイです、ね。それをなんとかしてほしい。わかりました。はい、なんかこう、モイスティーな感じでやっていってください。はい、よろしくお願いします。そしてなんか、お願いします。今年はWBBC イメージガールという、なんかがあるそうです。まあ自分がイメージガールだと思った浅はかな娘がこちらを向いております。イメージガールのイザベルさんです。よろしくお願いします。もうイメージガールということなんで、もう何回も WBBC はもう DVD で見てるわけですよね。そうですね。今、間がありましたけど。見てないんじゃないの。見てます。見てます。わかりました。何回ぐらい見ました。5、6回は見たんじゃないですか。本当に。一番好きなのどこのシーン。タニタニの脱ぐシーン、うん、ないです。そんなないですよ。見てないということがよくわかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、先ほどから拍手が、異常な数の拍手がなんか聞こえてるんですが、今日はギャラリーがいっぱいいるということで、こちらのギャラリーの皆さん観覧席にいらっしゃるということで盛り上げてくれるそうです。逆に言うとつまんないとピクリとも笑わないらしいよ今日の。怖い。なんかね、前説のね、芸人のなんつったっけ、博士っていう人がなんか今日の客は手強いから気をつけてって言ってましたので、皆さんにも盛り上げていただきましょう。よろしくお願いします。ではもう早速開幕戦の方参りましょうか。よろしいですか。心の準備いい、みんないいですね、うん、ではご紹介いたしましょう。1回戦第1試合、まず先攻の監督からご紹介いたしましょう、うん、なんと去年負けたにもかかわらずファン投票という小推定を使って上がってまいりました谷谷さんです。どうぞ。まず監督と浜田さん、監督僕らですね。あとお客さんにでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お客さんにでよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてカメラの皆さんともよろしくお願いします。カメラの皆さんね、よろしくお願いします。もうね、全然ね、もうあまりに緊張しすぎてね、全くマイクをつける作業してないんですよ、あの人。名前入ってないですよ、さっきからね。いいですね、今日も。今年も盛り上げてくれますね。つけて、早くつけて。はい。はい、つけました。あ、大丈夫ですか。入ってますか。タニタニですか。タニタニです。まさか。トヨトヨです。まさかトヨトヨなわけないじゃないですか、このなりですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。WBBC なんか今年、敗者復活という形で、ファン投票できたんですが。そう、皆さんの心強い、うん、お力の上、上、ようやっと戻ってきました。今酔っ払いかと思った。上って言ってんだよ。こんななりですか、ええ、どうぞ。ちょっと緊張しすぎなんですが、よろしくお願いします、ええ、今年こそ1回戦突破を狙ってと。いや、というか優勝ですね。ええ、また言って。また。ということはもう秘策がある今年は。秘策はもうありますよ。何聞いていいの。聞いていいですよ。何秘密です。負けフラン、もう負けフラン立ったということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして拍手するしときましょうか。よろしくお願いします。してくださいよ。よろしくお願いしますよ。ね、もうタイタイだからいいかなと思って、まあですよね。そのタイタイに対しますのは WBBC2008 で初出場ということですね。
入場していただきましょう。あきらさんです、どうぞ。ちょっと、何その格好。ま、巻きました。巻きました、巻きましたじゃない。あの、ね、収録前に巻いて巻いてと言ったけど、そんなに巻く必要ないじゃないですか。巻いて巻いて。スイッチ入らない。スイッチ入らない。それの前もってやって、ちょっとなんかな、その絵がなんかテレフォンショッキングみたいなのさっきからね。え、テレフォン。どうも。あ、座っていいんですか。座っていいですよ。あ、はい、座ります。ダメって言われても座るでしょ。はい、よろしくお願いします。お願いします。WBBC ということで、あの、ネタ読みの祭典なわけですよ、今回。あきらさん。はい。あの、ネタを読むっていうことをいっぱいしなきゃいけないわけです。はい。しかも面白く。面白く、はい。あの、ラジオちょこちょこと出てるじゃない。はい。ネタとか読むの普段。いやネタですか。うん。一応なんか、あの、博士に、うん。うん、不思議なものを読まされています。不思議なもの、不思議なものなんだ。読まされてるっていう。あ、押しました押しました。大丈夫ですか大丈夫ですか。はあ、あの、もうね、皆さん緊張して紙の音とかがどんどんバサバサ入ってるわけ。置いて紙とか置いてちゃんと置かなきゃダメ。もう今日こういう空気の冷え込みようですけど、やばいですよね、本当。あの、ちょっと、まずいですよこれ。そうですね。あの、1階の、表から始めるんですが、先行はタイタイ。方向がアキラさん、はい、ということですね。ルール説明とかしなくていいんですか。あ、ご覧いただきましょうか。あの、画面の方をご覧いただきましょう。どうぞ。ということで、こんなに分かりやすいルール説明ということだったんですが、いや、素晴らしい、ルールがこういうことになっております。要するに、審判の方が点数を上げて12点以上だとランナーが出て、で、いっぱい点数を取った方が勝ちというルールですね。3回の裏まで、攻撃をやっていって点数が多い方が勝ちという感じでございます。最高点の15点が出ると一気にホームランということですから、ヒットを3回ぐらい打ってランナー貯めてから、ホームランを打つと、15点で満塁ホームランということで4点が入るわけですね。今年もこういう自由な審判全然違いますよね。あの、バラバラですよね。なんかチラッと出てる審判団がもう自由にやっております。もう目玉がね、何もしなくても面白いんですけどね、やっていきましょう。では心の準備よろしいですか。あ、そうだ。あと何、僕何、携帯電話の電源切るの忘れてた。あ、これは？これは、あ、なんと、あ、尻拭いストラップではないだー。だこれ、お約束ですか、谷谷。谷谷、神キャラで通ってますんで、よろしくお願いします。ということでね、この、あ、尻拭いストラップ。これ、皆さん、イオスの方々、愛用している尻拭いストラップなんですが、多分この辺にどっか出てると思うんで、後でつかつかなんとかしてくれると思うんですけど、こちら、イオスショップで500円で販売しておりますので、僕の他にもいろんな方が、多分つけてらっしゃると思うので、あ、多分イザベルもつけてるもんね、これで、ね、つけてるよね。反応しろ誰か反応しろということで、イオスショップから出てますので、ぜひ500円になってますので、よろしくお願いしますという宣伝でした。はい、 OK です。OK です。終わった。 OK です。終わりました。終わりました。 OK です。びっくりしちゃった。あの、お約束ですがっていうのを噛んで、お約束ですがっていうお約束ではありません。非常に長かったんでね、かいつまんで言うと、尻拭いストラップっていう残念なストラップがイオシショップで500円で売ってると。あ、これカット、僕カットカットカット、カット、よろしくお願いします。じゃあいきますよ。はい、いいですか。 OK です。では1回戦第1試合に参りましょう。テーマの発表です。審判委員長、あ、なんですか。テーマとか、テーマとか言ってもらっていいですか。あ、知らない。知らない。じゃあ、タニタニ言って、タニタニ言って。え、僕ですか。そう。え、知らない。うん、尻拭いちゃんとして。はい。いいんですか。いいですよ。じゃあ、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は何です。はい、わかりました。北斗神拳っていうと、まあ、具体的には何か言いませんけど、北斗神拳っていうなんかそういう憲法があるわけですね。こう必殺技をあたたたと食らった時に、どんな言い方をしてやられるかと、そういう断末魔を送ってください。断末魔じゃなくてもいいですから送ってくださいという企画だったわけです。いいですか、準備いいですね。はい、行きましょう。 WBC2008 1回戦第1試合、プレイボールでーす。さあ、では大会から参りましょう。いいですか。いいですか、はい、あの、スターティングメンバー言いますよ。スターティングメンバーどうぞ。いいですか。よろしくお願いします。まず大体のチーム名から発表いたします。はい、チーム名なんだこれ。どんがらがしゃーん、計算通りですっていうひどいチーム名なんですが、これどういう意図で。これは全て僕の、うんうん、計算通りということで。あのね、あのですね、ちょっと聞いてる？聞いてる？あのね、僕のね、大好きな、大好きな、要はアニメキャラの全てです。そうですか。よろしくお願い。分かる人は分かる。うん、
それだけです、負けフラグということですね。スタメンを発表したいと思います。1番エセガーデナー、2番 OJ 神父さん、3番ドクピー、4番がミックストム師匠ですね、5番が生臭いチョコレートパフェ、6番が RX0、 7番がマッシー、8番が北の125、 9番が木曽川優さんということでございます。ピッチャーはエースで4番ミックストムさんとなっております。代打、またこれ強力な代打揃ってますね。代打チケッティさん、バナナ王子さん、キイチさん、琥珀アットマーク、モッキモッキさん、ナナシさん、トディさん、ガッ住職さんと。ガッ住職さんがこれ控えなんですね。はい、なんか楽しみでございます。ではアキラさんのも先に言っとく、言っとこうか。はい、じゃあアキラさんの方をご紹介しておきましょう。チーム名キラキラニュースター。これは特にツッコミはなしで、いや大して何も、あのアキラなんでキラキラでいいかなみたいな。いや今日のトイレで思っていただけなんです。あ、分かりました。スタメンです。1番茶色いマリモ、2番打って読めねえよ、3番せっちゃん、4番が上地さんですね、5番ダチョウの鳥かごさん、6番多分草、多分草って言うスタメンだよね。7番いい名前だ、ポピーザパフォーマーのけだものは可愛いと思う。これ指針を書くコーナーなんですが、8番流木さん、9番オラシュさん、ピッチャーがこちらもエースで4番ですね、上地さんとなっております。控え、ミスタープーさん、B さん、ワンワンさん、生肉さん、アムルさん、レイフさんですかね、セルスブームラさんという感じの控えになっております。ではタイタニ1番から攻撃を開始してまいりましょう、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いいですか。いいですよ。いや、なんかすごいなんかアウェーな感じがするんですよ。気のせいでしょうか。自分のせいですよ。あ、そう、なるほどね。なるほどね。それは気づかなかった、ね、よろしく。これは気づかなかった。頑張って戻して。わかりました、うん、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ、はい、初代地石川県エセガーデナーさんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はニャン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 ヒデブニャンゴージャスデリシャスカルチャー。以上です。それ人ネタなの。以上です。あの早くも審判だから頭を抱えてるんですか。ちょっと、それでは記念すべき先頭バッター判定をお願いいたします。どうぞ。散々全然散らかしましたからね最初ね。さあどうでしょう、出ない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 、いや、いいと思ったんだけどな、これは。ワンアウトですよ。さあ、次で盛り返してください。2番、OJ 神父さんです。お願いします。はい、行きます。初代地秘密 OJ 神父さんで、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、ポッポルンガ、次、麻生氏、次、プップッピルーン。以上です。以上ですか。厳しいな。審判がまた頭抱えてるんですが、まあ、だって何とか出れるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。うん、どうだどうだ。4.2点、あ、9.2点、アウトです。じゃあ何、ひどいですね。難しいですよ今年。あの、これでも普通のグランドスラムとかだったら、ヒットぐらいは言ってると思うんですよ。そうですね、タイタンの挨拶がないですからね。さあ3人目で、クリーンナップで出塁できるんでしょうか。3番ドクピーさんです。お願いします。まずいなこれ、初代地東京都ドクピーさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔、これがヘッドハンティングか。次、中に誰もいませんよ。次、いやー、まさかビームを追ってくるとか夢にも思わなかったよ。さすがは北斗神拳、奥が深い。次。今自分の言葉ですよ。男は中身で勝負だぜ。そう、これもダメなの。次。まだ行くんだ。やめればいいのに。今見た？マジでかわせ、もうギリよギリ。こうやってこれまでかわせない。以上です。以上。嘘だ。判定お願いします。どうぞ。今年難しいのかな？今年は難しいのかな？これは。うん。4.2点、4.10点、アウトですか？またアウトです。なんと。記念すべき1回の表が三者凡退という、わひどい展開です。これもう企画自体なくなるんじゃないですか。これちょっと厳しすぎません、ね、そんなことないです。まあ、アキラさんに頑張ってもらいましょう。1回の裏でございます。なんか最悪の空気でやんなきゃいけないんですが大丈夫ですか、アキラさん。これって所在地とかは言うんですか。自由です。あ、わかりました。自由です、はい、あの監督が自由な采配を振ってもらってやってください、はい。では1番茶色いマリモさんからお願いいたします。どうぞ。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、人を信じることはくだらないことじゃない。人を信じるから助け合えるの。一人一人の力は
ぼけかもしれないけど、みんなで力を合わせれば何でもできる。諦めなければいつかは願いが叶うから。ケンシロウ、私たちの心から希望を消すことはできないわ。どこまでと、プリキュア的なセリフを一人つぶやき復活するモンスター。以上です。以上です。さあ、止まってまいりました。判定お願いします。どうぞ。5点4点4点13点。ツーベースですか、いきなり。おお、さあ、ランナーが2塁に出ました。いきなり。タニタニのは何だったんでしょう。さあ、一気に得点圏にランナーが出ました。チャンスでございます。2番って読めねえよさんに参りましょう。いいですか。はい、はい、お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、おすぎです。ピーコです。ローズマリーです。以上です。以上です。変な感じです、参りましょう。判定お願いします。どうぞ。うわー、出てる出てる。うわー、最初に1塁目です。あ、1点入ったんです。早くも1点目ですよ。1点入りました。ランナー3塁、ノーアウトでランナーが3塁、1点目が入りました。おめでとうございます。さあ、このままクリーンアップにノーアウトで突入です。3番せっちゃんに参りましょう。いいですか。はい、はい、あ、なんですか。ベースモード使います。もう使いました。もう使いました。1回の表ノーアウトで谷谷がベースモードでございます。最初で止めておかないと危ないということですかね。ということは、谷谷のチームのピッチャー、ミックソムさんですねと、3番のせっちゃんのネタの直接対決ということになります。まずピッチャーからネタ読むんで参るわけですが、大丈夫ですか。大丈夫ですけど、なんかなぜアキラさんですか。いや、確かに面白かったですよ。面白かったですけど、面白かったですけどね。まだ1回だから、まだ1回、まだ大丈夫。本当も焦っててやばいですよ。ということで、審判の皆さんには、ピッチャーとバッターの札で判定をしてもらいます。よろしいですね。バッターの方が多ければ、ヒットということになります。バッターが3つ上がればホームラン。ただしピッチャーが見てたとダブルプレーですので、三塁にいるランナーもアウトになるということですので、頑張ってください。まず、ミックストムさんのネタを大体に読んでもらいましょう。はい、お願いします。じゃあ、宮城県のミックストムさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、農業シリーズ。シリーズか、シリーズですか。まず一つ目、お昼だべー。過疎地で見たものとは。続いて、スイカ泥棒。鎌を持っていたのが不幸でした。最後にヤンマー。田植え機は深い悲しみを植え付けてしまいました。農業シリーズのおまけ、テレビもねえ。世紀末には娯楽がなくなりました。おまけにラジオもねえ。世紀末には放送局がなくなりました。おまけ3、車もそれほど走ってねえ。たまには通るようです。特別録、ほらこんな村嫌だ。東京を夢見た青年の最後です。よしよし、ということです。ですね。以上ですか。はい、いいですか。いいです。はい、わかりました。ミックストムさんの投球結構良かったですね。今のね、いい感じの投球でした。さあ、このネタに勝たないといけません。あきらさん、3番のせっちゃんのネタお願いいたします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、あーはよー、とっつぁん。爆散、次。爆散しました、爆散しました。マティルパン、爆散。またつまらぬものを切ってしまった。以上です。以上です。これはずるい。さあ、ピッチャーとバッター、どちらのネタが面白かったでしょうか。審判の皆様、判定をお願いいたします。どうぞ。いや、あ、ピッチャー、バッター、バッターということですか。おー、これは何でしたっけ。ピッチャー、バッター、バッターの場合はツーベースですか。おーってことはまた1点が入って、ノーアウトで、ランナーが2塁。これピッチャーが出てなかったら危なかったですよね。そうですね。ツーベースかホームランという感じの打球でございました。おめでとうございます。ツーベースです。ということで、ランナーが出っ放し、ノーアウトのまま上地さん4番でございます。よろしいですか。はい、いいですか。まずい、頑張って、まずい、頑張って。大体もう止める術はないですよ。もうまずいよ。使っちゃいました。いいですか。はい、はい、じゃあお願いします。どうぞ。まずい。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔、総集編でお会いしましょう。次。私は金曜日の夜にジャンプを買います。次、水面に浮かぶのはモックです。以上です。そうですか。なんかよくわかんない感じでしたけど、上地さんの判定をお願いします。どうぞ。うん、渋いか、渋いか。どうだ。お、4点4点4点、ヒットです。おー、さあ、ランナーが1塁3塁、チャンスが広がりました。次は5番ですね、ダチョウの鳥籠さんに参りましょう。準備はよろしいですか。
はい、はい、そう、読んだネタとかもチェックしてからと2巡目3巡目回ってきますからね、はい、いきましょう。5番ダチョウの鳥籠さんです、お願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔、フェチじゃないロマンだ、以上です。以上ですか、以上ですか、以上です。さあ判定に参りましょう、お願いします。どうぞ。うん、3点、ようやくワンアウトということになりました。ワンアウトでランナーがまだあるんですかね。1塁3塁です。まだワンアウトですよ。ワンアウトなんですか。そう、うん、そうです。タネさんに対する闇にしか聞こえないです。ですよね。ですよね。いや、しょうがない。面白いですもん。さあ、6番に参りましょう。6番、ペンネーム、多分草さん。多分草ってなんかいいんですか。じゃあ、お願いいたします。はい。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、髪がないブラー、強力若元風以上です。以上ですか。以上なんですね。じゃあ審判の皆様判定お願いします。どうぞ。お、厳しい、うわー、どうだ。 3.2点差、8点、アウトです。残念。さあ、ようやく2アウトになりました。次は7番、はい、ポピーザパフォーマーのケタモノは可愛いと思うさん、長いですね名前ね。じゃあお願いいたします。はい、北斗神拳を食らった時の断末魔は、まだ収録が終わってないのに、次しまった、また配信が遅れ、次今日は営業に来ただけなのに以上です。なんか必要ですね、すごく必要ですね、営業に来ただけなのに。なんかよくあの配信が遅れるっていうのはなんかよく見る光景なんですけどさあ判定お願いいたします。どうぞ。うん、お、4点、ヒットです。おお、ヒットでランナーが1人帰ってまいりました。2アウトでランナーが1塁2塁ということですね。3点目が、入りました。はい、じゃあ続きまして、8番ですか、流木さんです。お願いします。北斗神拳を食らった時の断末魔はメタボ、次ジャパニーズクラシックパンツを不滅、以上です。以上ですか。以上ですか。ジャパニーズクラシックパンツって何でしょうかね、謎でございます。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。メタボ、3点、2点、3点、アウトです。残念。ようやく3アウト成立ということになりました。ということで入った点数は3点ですか。3対0、なんとタイタに3点を追いかける最悪の展開です。せっかく、ね、ファン投票でいっぱい票が集まったのに、頑張らないといけません。あれですよ、やっぱり最初だったから、うん、場が温まってなかったんでしょうね。そうだからこれからチャンスですからね、頑張っていただきたいと思います。本当、ね、厳しい、僕に厳しいじゃないですか。そうかもしれません。ですよ、でも次はそうかもしれません。ちょっと意義を後で、まあまあいいでしょう。いいですか。あの次は4番でございますから、4番でございます。4番ニックストムさんの打席です、お願いします。はい、じゃあミックストムさんで北斗神拳を食らった時の断末魔は雑魚キャラシリーズ。またシリーズなんですね。まず一つ目、時給上げてかっこ苦しい生活を嘆いた一言。続いて2階級昇進、殉職の後の地位向上を願って。最後に次は主役で、雑魚キャラの切ない望み。最後に、あ、違いますね、おまけ早弁すればよかった、6弁を食べられなかったエキストラ。おまけに話が違う、やられるとは思わなかったエキストラ。またエキストラね。おまけさん、また来世、モックさんもエキストラ出演。特別録、今日は勝負下着だったのに、昼の勝負に負けたので夜の勝負は不先輩。以上です。なんかうまいこと言ったって顔してますけどね。うまいことじゃないですかこれ。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。うん、お、早くも5点が上がってます。5点、4点、3点、ヒットです。おお、12点でギリギリヒットということになりました。厳しい。さあ、ノーアウトでランナーがようやく出塁、タニタニ初ヒットでございます。続きまして、5番、生臭いチョコレートパフェさんです、お願いします。はい、いきます。生臭いチョコレートさんで、パフェついてますよ。あ、チョコレートパフェさんで、申し訳ない、申し訳ございません、はいはい、うん、それ北海道生臭いチョコレートパフェさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末はピタゴラスイッチ、次ポップコーンパーティー、
次お前ギター弾け、弾けたっけ、あベースか、次あ十円玉みっけ、次眠い、次だって仕事だもん、次サングラス返せよ、次スイート、次飛べ、以上です。ちょっと飛べ引っかかりましたね、いいですね、では判定をお願いいたします、どうぞ。うん、お、うん、4点3点3点10点アウトです、残念。ワンアウトランナーが1塁ということで、まだランナーは1塁残っております。続きまして、6番 RX0 さんですね、いいですか、はい、はい、お願いします。所在地沖縄県 RX0 さんで、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はチート、あーはー、次俺も一度ぐらいブーンってやりたかった、次はっはっはっは、それは影武者だ、ゲフ以上です。結局やられてるんですね。さあ判定をお願いいたします、どうぞ。いいですね、よかった、ちょっとよかったですよ、今ね、おおおおお、5対5対4点スリーベース、おータイムリースリーベース出ました、1点目がようやく入りましたね、1対32点差に詰め寄りました、ランナーは3塁ということでチャンスでございます。続きまして7番マッシーさんですが、いいですか、はい、はい、いいですか、じゃあお願いします。所在地東京都マッシーさんで、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はちょ、おま、次で別にあんたのために、あべしー以上です。以上ですか、わかりました。三塁ランナー帰ることはできるんでしょうか、判定をお願いいたします、どうぞ。おおお、4点5点3点タイムリーヒットです、おおおおぶねおぶね、帰ってまいりました、2点目で1点差に詰め寄ってまいりました、あと1点で追いつきます。さあ8番に参りましょう、北野125さんです、はい、よろしいですか、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、はい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 、所在地秘密北野125さんで、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はゲルググー、次ハンズボーンティラミス以上です。以上です、全く変わらないミスでしたね。では判定をお願いいたします、どうぞ。おお、うん、4点4点4点ヒットです、おおヒットでつないでいきますね、ランナー1塁2塁、2塁までランナーが進みました、チャンスです。さあ9番ラストバッターに参ります、木曽川優さんですが、いいですか、はい、はい、お願いします。所在地愛知県で木曽川優さん、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔プギャー、次イラッとする、博多の将ジオン広告に栄光あれ、ミックミックにされました以上ですなんかしめやかな感じでございましたけど、それでは、ランナー返すことができるんでしょうか、判定をお願いします、どうぞ。あ、厳しい厳しい、4点3点3点10点アウトです、残念、これ2アウトです、2アウトです、2アウトランナー1塁2塁でございます、点差は1点差となってます。さあ1番バッターに戻ります、エセガーデナーさん初ヒットなるんでしょうか、お願いします。代打ですね、代打使いますか、誰、はい、ちょっと待ってください、はい、なんともう代打を2回から使ってまいります、さあ考えてますね、イザベル暇じゃない今日喋んないで最後まで行くらしいですこの人今ツーアウトですよね、ツーアウトですよ、ちょっと待ってください、うん、あの皆さんにあの影劇場とか楽しみいただいてますけど一二塁だもんな、うん、あみんなちょっと待っててね目から手が入ってさあもうこの間をこうお客様はこう DVD でどうやって見てるんでしょうね、早送りしてるんですかね、あぶーっていやぶーっ、これかこれ、うん、これこれこれまだまだ飽きてるよ、決まりました、ガッツ住職さんで、はい、早くもガッツ住職さん代打に使うわけですね、わ、はい、かりました、ガッツ住職さんが代打ということで1番に入ります、では
ツーアウトランナー一塁二塁、代打が住職さんです。お願いします。頼むぞ頼むぞ。所在地は青森県で、が住職さん北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はディクシ。次お前が額の柱になれ。俺この戦いが終わったら結婚するんだな。以上です。以上さあ書いてあります。さあ監督の再判どう出るんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。ああ厳しい厳しい。ああどうだ。ああ4点3点4点11点残念。さあ追いつくことできませんでした。2回の表終わりまして、3対2ですか。1点差ということでまだアキラさん1点リードということで余裕がございます。はい、じゃあ次アキラさんの、打席に参りましょう。続きまして9番オラショさんからですね。はい、いいですか。はい、大丈夫です。生きてます。大丈夫ですか。はい大丈夫です。大丈夫元気、はい、テンション上げて、はい、テンション上げて、はい、行きましょう。9番俺の方で下がってんだからね。頼むよ。はい、はい、お願いいたします。読んでいいんですよ。オラショさんですよ、はいはい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は来週もまた見てくる。次俺の PSP が。以上です。以上です。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。 PSP PSP 3点3点4点10点アウトです。残念。持っててよかった。さあ先頭バッターは出塁することができませんでした。1番に戻ります。はい、1番茶色いマリモさんですね。先ほど13点ツーベースを打っております。チャンスです。お願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は見ろ人がゴミのようだ。次メガメガ。以上です。以上ですか。だから丸パクリでしたけどもね。びっくりしました。判定をお願いいたします。どうぞ。お4点4点4点11点いいです。おおさすが宮崎作品ですね。次参りましょう。2番打って読めねえよさんです。お願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は次生まれ変わるなら美人オイルのペットがいいな。俺は美人オイルの椅子になりて。俺はファースト。次ルルブ。以上です。ルルブですか。なんか聞いたことありますけどね、本屋さんで。じゃあ行きましょう。判定お願いします。どうぞ。ルルブ来ました。ルルブ来ました。4点5点5点タイムリースリーベースです。スリーベースですので、さらに1点が入って4点目が入りました。ワンアウトランナーが3点。すごいですね。打って読めねえよさん2打席連続のスリーベースでした。素晴らしいです。さあクリーンアップに参りましょう。3番せっちゃんです。はい、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はモクさんの首は長くないよ。かっこ優しい声でバクさん。バクさん。またバクさんか。次ケン、お前たちに明日を生きる資格はない。モヒカン、お前なんかほざいている。お前なんか、なんだすいません、もう一回言いました。もう一回、ははあいつなんかほざいてるぜ、ボブボブボブポップコーンうめぇバクさん。もう一回ちょ、ポップコーン食ってるバクさん。以上です。すごいですね、バクさんもすごいですね。さあランナー帰ってくるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。お5点4点4点ツーベースです。勘でもこれでまた入ってきましたね。勘だけどやった、13点ツーベースということでさらに1点が入って5点目が入りました。ランナーは2塁です。続きまして、4番でございます。上地さんです。お願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はクールビスとは違うのだよ、クールビスとは。次、はい、我が生涯に一遍のシャイ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 。以上です。魔法を置いての以上はずるいですね。さあ二塁ランナー帰ってこれるんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。厳しい
3点3点3点9点アウトです。残念残念、4番返すことできませんでした。続きましていきましょう。5番ダチョウの鳥かごさんです。お願いします。はい、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は同年代の女子が好きなだけでなぜ変態と言われなければならないのか。そりゃ20歳になってもそうかもしれないけどさ。次俺の胸で泣け。次ニーソー。以上です。以上です。もう意味が分かんなくなってきました。もうね、だから痛いのかみたいな、ちょっと面白くてしょう。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。厳しい厳しい。あー4点3点3点10点3アウトです。残念、スリーアウトチェンジということになりました。この回2点を追加しまして、点数は5対2。谷谷が3点ビハインド。谷谷はまた1回戦任せになってしまうんでしょうか。3回の表裏は CM の後です。アウト。セーフ。グランドスラムに戦力。12月31日発売。アウト。さあ CM をかけまして3回の表裏最後の攻防に参りますが、現在スコアは5対2 5対2ということで、アキラさんが3点リード。タニタニはもう3点追いかける展開ですけどね。いやーね、ね、とさ疲れてます疲れてますって。審判一郎の拓也さん、はい、今回こういうちょっと点差がついた展開ですけれども、はいはいはい、3回の表裏どういう展開を予想されますか。あまあ、うん、この流れのまま行くんじゃないですかね。あれですよ、ちょっと絶対僕はひいきされて、うん、逆ひいきされて絶対僕の時絶対点数低いですよ。そうですか。なことないと思いますけどね。だって皆さん面白いネタばっかりですもん。僕が悪いだけですね。失礼しました。そして横でずっとかぶってて息苦しいと思うんですが、ドライアイの方。あ、はい、なんか面白いですね。なんか目玉にインタビューされるとこうなんか睨まれて咳かしそうで怖いんですけど、私大丈夫ですか。今回初審判なんですけど、いかがですか、その席座ってみて。いや結構ここも緊張するんだなっていうのがあって、そうですね。あと選手層なんですけど、やっぱりニック・ストームさんとですね、あと今のところ茶色いマリモさんがいい感じかなと思ってて、うん、そうですね。2チームとも選手力は拮抗してるんじゃないかなと、うん、そうですね。今のところ、あとは監督力ですね。はい、わ、はい、かりました。うなずいてるつなぎの人、イザベル。はい、あ、やっと喋ったやっと喋ったイザベル。今回ね、イメージガールなの。あ、はいはい、どういうイメージなの今日。今日やっぱり、うん、イザベル白いパンツ履いてるイメージです。またアキラさんの前に空気もなんか温まっちゃった。またじゃあこのテンションで参りますよ。いきますよ。ずるいずるいずるい。さあ3回の表に参ります。3回の表は勝ってるチームからということですので、今度はアキラさんが先行ですね。はい、準備よろしいですか。はい。アキラさんは6番多分草さんからスタートして、できるだけ点差をね開いておかないといけません。はい、頑張ってください。お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は時の空気かな。トゥルットゥトゥルットゥトゥルットゥットゥ、マリオが死んだね。以上です。よくわかんない空気ですが、判定をお願いいたします。どうぞ。厳しいな、これ。いい空気ですけど、いい空気ですけど、どうでしょう。3点3点4点10点アウトです。残念。さあ、ワンアウトです。ランナーを出したいところですが、どうなんでしょう。7番ポピーザパフォーマーのけだものは可愛いと思うさんです。お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はネタがない。以上です。なんか悲痛な叫びでしたが、こういう感じでございました。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。うん、厳しいかな厳しいかな厳しいかな。うんうん、あ、2点3点3点8点アウトです。残念。結構今回8点っていうの多いんですよね。残念でございます。さあランナーを出したいところ、3番8番です。8番、ごめんなさい、8番流木さんです。お願いします。あ、代打で。あ、使いますか。はい、誰を使いましょう。ステルスブーメランさん。ステルスブーメランさん、前回も出演しているステルスブーメランさんが代打ということでございます。はい、3回の表追加点を加えたいところです。さあステルスブーメランさん、ネタをお願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はハンバーガーが6個分くらいかな。
以上です。意味はわかんないですけど。さあ、意味不明なネタですが、判定をお願いいたします。どうぞ。うん。厳しいかな。ちょっと厳しいかな。うん。3点、3点、4点、10点アウトです。残念、3アウト、チェンジでございます。三者凡退。追加点入れられませんでしたね。点差は3点差のままでございます。点か。さあ、VS を、使わなかったということですね。はい、ということはまだ VS が残ってますんで、使うんでしょうか、この後。どうなんでしょうか。あ、使えるんですか。ピッチャーのネタが面白ければ VS 使ってもいいですので、相手が読むときに使うっていうことですね。そう、はい、VS 使いますっていう、はい、読む前に言っていただければ、はい、前に言ってくださいね、はい、はい、ということでございます。さあ、最終回、タニタニは3点差をひっくり返すことができるでしょうか。3点ですね、3点3点ですよ、1、2、3ね、わかる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 、大丈夫でしょう、びっくりびっくりしましたか。さあ、タニタニでございます、参りましょう、次は、2番ですか。今 OJ 神父さんからですからですね。あ、代打でお願いします。はい、3回は代打構成でございます。誰行きましょう。ですね、はい、どうしようかな、どうしようかな、チケッティさんで、チケッティさん行きましょう。チケッティさん代打でございます。さあ、この先頭バッターが出れるかどうか非常に大事な場面、行きましょう。チケッティさんのネタです、お願いします、はい、長野県初代地、長野県チケッティさんで、北斗神拳を食らった時の断末魔は、モックが、モックがお金払ってくれない。次、モックモックにされました、もっちきち大きこだま小風に、次、超気持ちいい北島康介風で、うん、そうですよね、きたー小田裕二風に、竹やぶ、ん、あ、竹やぶ焼けた、これ下から読んでも竹やぶ焼けた、次、ダンスが済んだ、これもダンスが済んだ、いいですね、次、夜人参、人参煮るよ、これも下から読めば同じなんですよ、これ感心しますよ僕。次、私負けましたわ、以上です。あ、ちょっと聞いていいですか。はい、夜人参、人参煮るよ、これ下から読んでも一緒なんですねって言って死ぬんですか。北斗神拳で、はい、わかりました、落ちです、わかりました、私負けました、はい、わかりました、気持ちは負けてないんですけどねチケッティさん判定お願いします、どうぞ、うん、おあ、惜しい、4点、3点、4点、11点、 DS さん厳しい、厳しい、 DS さん厳しいですよ、厳しいですよ、いいですね。さあ、ノーアウト、ワンアウトですね、ランナーが出ることができませんでした。続きまして3番、ドクピーさんです、なんとか出塁したい、どうでしょう。代打で、代打いきますか、どなたに。これもまた慎重に選ばなければいけません、また選んでないの。うん、どうすんの、どうすんの。うん、まだね、いっぱい選手いるんだよね、バナナ王子、キイチ、琥珀アットマーク、モッキモキュ、ナナシ、トリ、そうですね、いっぱいおります、そうですね、ナナシさんでいきましょうか、ナナシさんに参りましょう、代打ナナシさんでございます、ワンアウトランナーなし、ランナーを出したいところです、それではお願いします。所在地新潟県ナナシさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔、ティン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 、次アバスかっこあ、バーバリアンとズッコケ3人組見忘れたの略次ハニーかっこあ、二次元の妹たちとイチャイチャしたかったなの略以上です、以上でございます。珍しく審判がもう頭を抱えてる展開ですけど面白いでしょこれ、続いていきましょうか、判定をお願いします、どうぞ、うん、うん、あ、4点、4点、4点、ヒットでもランナー出ました、危ない、ランナー出ました、ワンアウトでランナーが1塁、あ、ツーアウトですか、ワンアウトですか、ワンアウトランナー1塁ということでございます。もうスコアボードが見えなくなっちゃってるわけ、もうね、ワンアウトランナー1塁でございます。続きまして、バッター4番、ミックストムさんですね、こちらネタあるでしょう、はい、トムさんだからネタあるでしょう、どうする、普通にいきますか、普通にいきます、じゃあミックストムさんお願いします。宮城県ミックストムさんで、北斗神拳の新しい断末魔は冷静シリーズ、何か思い出した時の断末魔とは、うん、ということで、うん、まず一つ目、暴露本売れたのー、ケンシロ印税は永遠に残るだろう続いて俺の子供には何も言うなー、ケンシロ安心しろ命日だけは伝えておく最後に
何が悪かったんだ。ケンシロウ、すべてだ。おまけ1、明日は晴れるの。ケンシロウ、わからない。おまけ2、髪伸びないの。ケンシロウ、それを言うな。おまけ3、明日は特売日。ケンシロウ、どこの水だ、教えろ。特別6、水をくれ。ケンシロウ、エビアン。以上です。以上です。エビアン何だったんでしょうね。さあ、ランナー進めることできるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。うん、うん。お、4.4 点、これツーベースです。おお、ツーベース出ました。ランナーが1塁3塁です。っていうことは、ホームランで同点ですか。あ、2塁3塁ですか。ごめんなさい。2塁3塁ということで、ホームランで同点ということになります。ワンアウト、ランナーが2塁3塁です。さあ、大体どうします。次はどなたでしたっけ。5番、生臭いチョコレートパフェさんです。生臭いの、大丈夫大丈夫、大体代打で。代打ですか、わかりました。誰にしましょうかね。いっぱいいっぱいですけれども、すごいさっきからね、イザベルがイライラしてるわけ、その顔が。そんなに俺が憎いか。あのね、絶対一人だけ変な人が紛れ込んでる感じだよね、イザベルね。横に目玉がいるのに、イザベルの方がなんか。トディさん行ってみましょうか。はい、トディさんですね、わかりました。バーサス使います。おおおおおおさあ、タニタニ、トディさんを代打出したところで、アキラさん、これはきついぞ。ピッチャー、上地さんの登場ですね。はい、なんとここでピッチャーが3つ上がると試合終了でございます。あのピッチャーが先ですので、上地さんの方を先に読んでもらうんですが、はい、いいですか。はい、でも動画的にはいいんだろうね、これ。さあ、大事な場面でございます。ワンアウト、ランナーが2塁3塁、点差は3点でございます。VS ピッチャー上地さんの登場です。お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は杉本あやなのか。以上です。すごい、投球しましたね。さあ、杉本あやなのかということでございました。さあ、対するはバッター、小杉さん代打でございますが、これきついな。さあ、頑張ってください。スカースもバッターを一つ上げないとゲームセットです。ですよね。はい、お願いいたします。所在地東京都、トディさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はモルディブ。次、フィヨルド。貴重なんですよね。以上です。以上なんですよ。ネタないですか。以上なんですよ。ネタがない。さあ、今のモルディブ、フィヨルドでどこまで持っていけるんでしょうか。大事な VS でございます。判定をお願いします。どうぞ。あっ、うん、おおお、ピッチャーバッターバッターツーベースです。おお、奇跡のツーベースです。意外とモルディブがハマった人でございます。やった。さあ、ツーベースということで2点タイムリーですか。2点タイムリーでなんと1点差ができました。おっとおっと、ということは5対4で希望が見えてきた。ランナーが2塁でございます。なんとホームランでさよなら。ここまで持ってまいりました。さあ、6番に参りましょう。6番、大事な場面、 RX0 さんですが、どうしますか。代打いきますか。ちょっと待ってください。待ちますよ。もうすごい展開ですよ。大会委員長ちょっと今あの音声乱れてるようですね。動きました。こう今のこう判定、非常に微妙な判定だったと思うんですが、ツーベースということなんですけれども、僕はピッチャーだと思いますね。そうですけどね、ピッチャー上げてましたもんね。なんとツーベースということで、今ワンアウトでしたっけ。ワンアウトでございます。まだワンアウトでございます。ツーベースで同点、ホームランでサヨナラでございます。ダブルプレーの、あの、それはないんで思い切ってやっていただければいいんですが、キーツさんで、キーツさん代打に参りました。行きましょう。大事な場面が続きます。代打キーツさんの打席です。お願いします。頼みますよ。僕も頑張りますよ。キーツさんで、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はバスケがしたいです。次いた。次あ、以上です。切り替えました、切り替えました。さあ、判定をお願いいたします。どうぞ。さあ、来い。来たか、来たか。お、4点、4点、4点、ヒットです。おー、セーフ。
惜しい惜しい。おランナーが一塁三塁でございます。おまだ点差は1点差のまま追いついておりません。まだワンアウトです。ヒットで、同点、スリーベース以上でサヨナラでございます。いいですか。続きまして7番マッシーさんですね。あ、マッシーさんですね、はい、大丈夫ですか。マッマママッシーマママママッシー、まあ、空気を温めるつもりなんでしょうけどねさあ準備よろしいですか。さっきからピンマイクガサガサいってますよ。はいはい、いきましょう。マッシーさんです、お願いします。はい、じゃあマッシーさんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔やらないか次邪眼の力を舐めるなよ以上です。冷えですか、今さら冷えですか。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。え、あ、どうだ、追いつくか。おお、あ、お、どうだ、うん、難しい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 。お、あ、4点足りません。1点足りません。残念、1点足りません。2アウトになりました。後がありません。最後のバッターになってしまうんでしょうか。ツーアウト、ランナーが一塁三塁、点差は1点、繰り返しになりますがヒットで同点、スリーベース以上でなんとサヨナラ勝ちでございます。参りましょう。8番北野125さんです。初代地秘密、おいく北野125さんで、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はハートマークうっふん放課後次見切ったでも避けられない以上です。どうだ、どうだ。さあヒットで同点、スリーベース以上でサヨナラでございます。判定をお願いいたします。どうぞ。あ、4点4点4点、同点ヒットです。さあ12点ヒットでございます。追いつきました。これでタイタニこの回での負けはなくなりました。よかった。ランナーは1塁2塁、5対5の同点でございます。さあ2アウト、ランナーが、1塁2塁ですか。1塁2塁でございます。さあ1塁2塁ですので2ベース以上でサヨナラでございます。いいですか。バッターはラストバッター9番木曽川優さんです。どうしましょう監督。はい、もう1回戦からこんな長くて心配ですけどいいですか、いいですか。はい、はい、お願いします。所在地愛知県、木曽川優さんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔うわー、かっこ主に三国志大戦のアンコモン超飛的な意味で次うわーかっこ主に三国志大戦の召喚兵的な意味で、うん、次やっちゃったぜこれがやっちゃったぜこれがやっちゃったぜ以上です。以上でございます。さあ2ベースでさよならランナーを返すことはできないんですが、サヨナラがかかってきます。判定をお願いします。どうぞ。あっ、あっ、9時3点3点3点9点アウトでございます。なんと5対5の同点でございます。さあ勝負の行方はどうなるんでしょうか。1回 CM です。あれさ、どうしたの博士。 WBBC2007 がもう一度見たいよ。そんな博士のためにあの熱いプレーが DVD になって蘇るんだって。あの熱いプレーが DVD に。ここで僕は VS モードを使います。おお、ピッチャー使いますか。マジかよマジかよ、明日は待ってくださいよ。みんな WBBC2007 好評発売中。イオシス買ってね、買ってください。さあいきなり1回戦第1試合から延長戦ということでございますが、スコア5対5ということになっております。タニタニがなんと3点差追いつきまして同点という展開です。次4回の表裏の延長戦に入りますが、勝っていたチームからということですので、アキラさんの方から先にお願いしたいと思います。1番からですか。はい、そうですね、はい、1番茶色いマリモさん、4回の表の攻撃です。それではお願いします。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はケンシロウ、お前の文房具のとこを見つけたぜ。
そのプニプニの二の腕が命取りだ。次。待った待った待った、3回までね。あと顔面はセーフだから。次。現在この電話番号はお客様の都合によりおつなぎすることができません。この電話番号のお客様へ早急に電話料金をお支払いするようご説得ください。以上です。以上ですか。なんかオペレーターっぽかったですけどね。それでは判定をお願いいたします。どうぞ。うん、おお、5点4点3点ヒットです。おお、12点でヒットですか。5点上がりましたね。今日の審判はくせ者ですよ。厳しいですよ。さあ勝ち越しできるんでしょうか。ランナーが失礼しました。ノーアウトランナーが1塁です。2番打って読めねえよさんの打席です。お願いします。はい、はい、いいですか。いいですか。はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔はもう何よあんた、踏んづけてバビョーン。以上です。もう意味が分かりません。さあ判定をお願いします。どうぞ。これ4点なんだ。4点4点4点ヒットです。おー、いい打席、2者連続ヒットということでノーアウトがランナー1塁2塁ですか。ノーアウトランナー1塁2塁です。得点圏にランナーが進みました。さあクリーンアップです。3番、せっちゃんですか。はい、はい、お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は悪役ヒデブ爆散剣。いってらっしゃいませご主人様。次。悪役 A ヒデブ、悪役 B アビス、悪役 C タカシ爆散剣。いってらっしゃいませご主人様たち。以上です。これはひどいです。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。さあどうぞ。さあ伸びてます、伸びてます、伸びてます。どうだどうだ。5点差タイムリースリーベースです。おお、2点タイムリースリーベースで2点差がつきました。おお、7対5、スコアは7対5となりました。2点が入りました。せっちゃんのタイムリース。3ついてたらこうだったんです。いってらっしゃいませご主人様たち。爆散ですか。いいですね。さあ一気に2点差をつけました。大谷ピンチでございます。さあランナーが3塁にいるのに打席は4番、上地さんです。お願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は消しゴムは焼いてくれ。次。手のひらからの運動場。以上です。何意味が分かりません。分かりません。さあ判定お願いします。どうぞ。どうぞ。ああ厳しい。3点3点9点アウトです。残念。3点が3つで9点アウトということでございます。残念でございます。ワンアウトランナーが3塁、続きまして5番は、ダチョウの鳥かごさんですね。よろしくお願いします。はい、はい、北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は燃えろ俺の情熱。次。だが大好きだ。次。北京。以上です。地名ですよね、地名ですよね。さあ判定お願いいたします。どうぞ。悩んでる。1回戦から審判が分かんなくなっちゃってる。早くもこのあと4つの試合があるのに分かんなくなっちゃってる。さあ、出るか出るか出ないか。どうだ。厳しいけどどうだ。おお、4点4点4点ヒットです。12点ヒットでございます。タイムリーヒット、さらに1点が追加されました。3点差となりました。ワンアウトランナーが1塁、3点差に返しました。続きまして、6番多分草さんです。いいですか。どうしようかな。どうする。もちろん代打まだいっぱい残っております。そう、どうしましょう。真剣ですね、真剣ですね。あ、もうなんかもうイザベルが退屈に首かくかもしれない。イザベル、イエイ。いいですね、いいテンションですね。もう何も喋んないでもう場が温まる。そういうやつだもん。いいよね。振られた時だけちょっとやる。はい、代打で。誰にしますか。誰にしましょう。はい、代打でミスタープーさん。お、ミスタープーさんでございます。イザベルファンでおなじみのミスタープーさんでございます。いい感じでございます。さあ代打ミスタープーさん、追加点を加えることはできるんでしょうか。ワンアウトランナーが一塁、3点差でございます。それではミスタープーさんお願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は。ごめん、噛んだからもう一回。
以上です。そういうネタなのね。わかりました。それでは審判の皆様、判定をお願いします。どうぞ。厳しい。3点、3点、3点、9点、アウトです。残念。さあ2アウトになりました。2アウト、ランナーが1塁。もうちょっと追加点を加えておきたいところですね。続きまして7番、ポピーザパフォーマーの毛玉は可愛いと思うさんです。お願いします。高いな。やばいです。やばいですか。大丈夫ですか。皆さんの DVD は壊れてませんよ。壊れてませんよ。じゃあ次も代打で。代打ですか。代打構成です、はい、ワンワンさん。お、ワン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 来ました。皆さんワン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 皆さんワンワンっていう風に遊戯式でおなじみのワンワンさんですけど、さあ行きましょう。代打ワンワンさんでネタでございます。よろしくお願いします。北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、バリューセットでドリンクはコーラ、あとスマイルね。次。メガだったの今の。これは現実だ、現実なんだ。次。何をする貴様ら。次。仕方ないね。以上です。仕方ないね、仕方ないね、来ましたね。いい感じでございます。追加点入るんでしょうか。判定をお願いします。どうぞ。どうだどうだ。あ、4点、3点、3点、10点、アウトです。3アウト、チェンジとなりました。得点は3点ですね。これは大きな3点でございます。なんとタイタンにはもちろんここで3点を加えないとジエンドですよね。そうなの。頑張ってください。当たり前じゃないですか、ね。タニタニもなんと1番からの好打順ということでございます。先ほど代打で出てきましたが、住職さんからですね。はい、はい、お願いいたします。代打お願いします。代打の代打誰いきましょう。バナナ王子さん。バナナ王子さん、いい名前ですね。バナナ王子さんでございます。それではバナナ王子さんで北斗神拳の代打いきましょう。はい、所在地北海道、バナナ王子さんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、イアン。以上です。以上です。軽いバッティングできましたね。さあイアンがどう出るんでしょうか。判定をお願いいたします。どうぞ。3点、3点、3点、9点、イアン、アウトです。残念。残念、イアンということでした。さあランナー出ませんでしたが、ワンアウト、まだワンアウトでございます。ワンアウト、ランナーなしで、続きまして2番、チケッティさんですか。代打出てた。はい、はい、そうですね。どうしましょう、どうしましょう。はい、代打お願いします。はい、代打いきましょう。どなた。琥珀アットモッキュモッキュさん。はい、琥珀アットマークモッキュモッキュさんです。こちらが代打で出てまいります。それではお願いします。はい、スライチ北海道、琥珀アットモッキュモッキュさんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、いや、いた。あ、次。丸投げ。次、モナスカス、かっこパイン飴の成分。以上です。以上でございます。さあどう出るんでしょうか。判定をお願いいたします。どうぞ。厳しいか。どうだ。3点、3点、3点、9点、アウトです。残念。さああと1人という状況までなってしまいました。点差は 3.4 回の裏、8対5でございます。タニタニ3点差を追いかけるも、残念ながら2アウトという展開です。最後のバッターになってしまうんでしょうか。3番バッターは、ドッキーさんの代打に出てた七七さんでございます。はい、これもう全員使ってますから代打はもうありません。ありません。さあお願いいたします。はい、初代地新潟県七七さんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、生きる。以上です。生きるそうです。さあ判定をお願いいたします。どうぞ。あ、どうだどうだ。あ、どうだどうだ。よっしゃよっしゃよっしゃ、ヒットです。来た来た、ギリギリヒットでございます。2アウト、首の皮1枚つながりました。2アウト、ランナーが1塁でございます。なんとここで4番ミックストムさんの登場です。さあ行きますよ。大丈夫ですか。はい、はい、行きましょう。お願いします。ミックストムさんで北斗神拳を食らった時の新しい断末魔は、シリーズ機械シリーズ。機械シリーズ、現代社会に降臨するとという。まず一つ目、タストをタッチしてください。過去タバコは買えずに切れた現象。続いて、この電話は現在使われておりません。電話がつながらずに切れた現象。最後に、お金を入れてください。小銭が切れた現象、その場で証拠隠滅。機械シリーズのおまけ、おまけ1、ご利用ありがとうございました。大きな声で言ったので証拠隠滅。その2、通行券を入れてください。
勢い余って腕が機械を突き抜いたケンシロウ。おまけさん、ピンポーン、自動改札を突破したケンシロウ。以上です。ケンシロウ結構やんちゃしますね。いい感じでございました。さあミックストムさん、無事これつなぐことができるんでしょうか。判定お願いします。どうぞ。あ、4.4.5点、ツーベースです。おー、つながりました。ランナーが二塁三塁、得点圏にランナーが二人おりますので、なんとホームランで同点という展開でございます。これはチャンスですね。チャンスですよ。続きまして5番、代打に出てきていた、トディさんですね。よし、いきますよ。お願いします。初代地東京都トディさんで、はい、ネタがありません。選手を使い切ってしまいました。うわ、ということで残念ながら3人目アウトということです。スコア8対5、8対5で秋田さん率いるキラキラニュースターが勝利です。おめでとうございます。やっぱこう監督の采配でまだ選手に余裕がありましたよね、秋田さんの方はね。まだいますね。2人ですもんね、代打ね。そうです、2、3人使っていました。あ、そうですか。結構でもこれタイタンの攻撃強力だったんですがね、残念でございます。ではこの試合総括の方ですね、審判一の拓也さんの方に伺いたいと思うんですが、この試合8対5というスコアだったんですが、いかがでしたか。面白かったと思います。そんなコメントなんですね。そんなコメントなんですね。はい、ということでアキラさんに率いるキラキラニュースター1回戦突破でございます。おめでとうございます。負けちゃった。有谷さん、とても絶望しました。今客席にいる神奈美先生が絶望したとのコメント。一回戦からあれもよでございます。あれもよでございます。仕方ないじゃないですか。いや、でも、これはすべて、リスナーさんの皆さんは頑張っていただきました。うん、悪いのはすべて僕です。いや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 、皆さんでも頑張りました。本当に気にしてるとこだったんですよ、でも本当に。正直ネタが、いいのばっかりだったんですけどね、僕の采配と、ちょっと戦略が間違ってたっていうことで。間違ったというより、まあ、今回この展開は明さんの戦略がハマったという形ですよね。あと、本当、神奈さんには申し訳ございません。ね、申し訳ない。申し訳ない。申し訳ない。ありがとうございました。皆さんごめんなさいね。そんな謝罪会見の傍らですね、はい、なんと明さん、はい、勝利をいたしましたので、はい、ご褒美、はい、谷谷のチームから、お、谷谷のチームから誰か一人を、誰か一人を、もう決まってると思うんですが、谷谷のメンバー表を見てチェンジするんじゃなくてもらえるんですか。もらえます。お金を払わずにもらえますか。誰が飛ばしてますか。おすすめはもうこの方しかいないと思います。もうこの方にあとミックストムさん、任せていただきたい。あ、じゃあ決まりましたか。待ってもいいですか。はい、じゃあミックストムさんをいただきます。わ、はい、かりました。ではタイタイのチームよろしくお願いします。ミックストムさんをアキラさんのチームにトレードということになります。次回は、さらに1人増えての2回戦ということになります、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。